2日木曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきます。前線の影響は続いていきます。東日本や西日本広い範囲で雨の降りやすい天気となりそうです。前線には低気圧も伴っていますので、低気圧や前線付近では雨の降り方が強まりそうです。ではお天気予報を見ていきましょう。東北の南部から九州にかけて朝から雨が降ったりやんだりのお天気となりそうです。太平洋側の地域でもですね、次第に雨の降り出すところが多くなっていきます。各地一時的に雨の降り方が強まる恐れがありますので、外出をされる際には雨具をお持ちください。また気温ですが、今日よりも下がるところが多くなります。大阪でも29度の予想ですね。30度を下回るところが多くなり、ムシムシとした体感です。また東京や仙台では冷たい風が流れ込みます。前日よりも気温が下がっていきます。さらに肌寒い体感になりますので、体調を崩されないようにご注意ください。前線から離れています東北の北部、そして北海道、または南西諸島や九州の南部の地域、こういったところでは日差しが届く予想となっています。日差しが届き、秋の空気に覆われていきます。北海道最高気温、札幌で26度の予想。昼間は過ごしやすい体感となりますが、朝晩は肌寒くなりますので、一日の寒暖差にはお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。